Thank you.
そうですね。やっぱりラストソングから始めたかったっていうのはなんか、この曲順を決めてる時もずっとなんかいろいろミーティングでやってたんですけど次の曲はですね、バルト UK の曲にしようかなと思ってるやつで、その、ニューヨークの事件があった時に書いたやつっていうんですけど、タイトルは決まってないんですね。歌詞も曲も全部できてるんですけど、その曲を今から演奏します。で、ゲストのシンガーのドータに来てもらってるんで、どうぞ。I can't live without.
ありがとうございました。
そういろんなのが全部混ざってるのがあるんで、今日は多分そのソフトな面を見せられると思ってるんですけど、次
アノ、え、マジで忘れちゃった、すいません。大好きな写真に出てたすと、この曲は、先日あのグローブの、新曲のシーザーライフを出したんですけど、それの今日はオーケストラバージョンというのをまた新たにやりました。やってみます。
練習した回があったかもしれないあ、よかった嬉しいありがとうございます次なんだっけ、また当てちゃった次、またクリップを用意してるんでしたっけ、次クリップの曲でしたっけ、あ、そうですね、ちょっと着替えてきますそうだそうだ、場をつないでもらえますか、藤原さん、そういえばロシアに詳しいんですよ、なんか僕子供みたいな性格してるんで、なんかもらうとすごい喜んで仕事するんですけど、この初めにやるにあたってキャビアをいただいてでなんかキャビアの話でなんかいろんな話をさっき楽屋で聞かせてもらって、これは面白いからみんなにも教えてあげた方がいいんじゃないかと、ぜひその間に着替えてきます、ゆっくり着替えてきてください。急に止まりましたが、今回音楽監督を務めております、藤原と申します。よろしくお願いします。よしきさんとはもう種まで一回もうこちらのフィールドに引っ張り込んで本格的にやりたいと思っていたので、今回は念願かなって幸せです。で、この後もちょっと企んでることがあるんで、彼もまたこっちのフィールドに引っ張り込もうと思っていますが、皆さんも応援してください。で、最初に棒を振っていたロシア人のサンタクロースでのおじさんがいましたが、彼は僕の師匠でコンスタンチン・クリメンツといいまして、トスカニーニという作曲家がいるんですが、そのお弟子さんのマルケビッチという指揮者がいまして、そのまたお弟子さんです。で、その弟子が僕です。で、その弟子がよしきもよしきさんです。で、さっきキャビアの話が出たんですけど、ちょうどこのプログラムの直前にモスクワによく行くんですが、モスクワの方にはレコーディングに行ってまして、ヨシキさんキャビアが好きだということで、キャビアを買ってきて今回頑張ってもらおうかなと人気を振り下げましたが、さっき楽屋でヨシキさんに話してたら、それ面白いからバツナギで話してくれと言った話をしますが、キャビアのことはロシア語でイクラっていうんですね。魚の卵はロシア語で全部イクラっていうんです。だからこの日本のイクラっていうのはロシア語が伝わってきていくらになったらしいです。そういう言葉が結構あるんで、ロシアと日本って遠いようで意外と近い国ですね。で、いくらが2種類あって、日本でいういくらは赤いいくらっていうか、クラスないいくら、赤いいくらで、日本でいうキャビアは腸のないいくら、黒いいくら、黒い魚の卵っていう意味だって話をしてたら、それをバツナギにしてくれって言われて非常に困ってます。何でもいくらっていうのって僕大好きなんですよ、キャビアとかフォアグラとか、なんだっけキノコのやつ、なんだっけトリュフ、うん、でもこう見ても菜食主義で、菜食主義じゃないか、菜食主義なんだけど、お魚 と、鳥は食べるみたいな、一緒？本当に？なんかそうなっちゃったんですよ、別にないか、なんかなんてことないんですよ、なんとなくそうなっちゃって、アメリカに行ってから、はい、別にどうでもいいですね。じゃあ次の曲を聴かれていきましょう。あんまり聴かれていくような曲じゃないんだけどそうだ、ニコルさんです
OK。 あの、実はですね、彼女は、3日ぐらい前、You came from、Kentucky, right? You came from Kentucky to Los Angeles to fly to Japan, like 17 hours flight, right? So, あの、彼女は、17時間もあの飛行機に乗って、実は3日前、You came from 3 days ago, right? 3, 4 days ago? Right? Two days ago? That's right. Right. You want to say something?日本大好きです。昨日この曲で大失敗しちゃって今日は決めようと思ってるんではい、頑張ります。Time from fading.
ばっかりで今日やる曲っていうのはみんな歌詞の何とか分かんないと思うんだけど、この曲は、僕がその X ジャパン解散してひでのことがあって、いろんなことがあった時になんかちょっとこもり気味になっちゃった時に、書いてた曲です。歌詞の内容っていうのは、ですね、結構暗いんですけど、もし僕が、あなたのところに飛んでいけるんであればあなたは微笑んでくれますか、もし僕が、もし私が、どん底まで落ちてしまったらあなたはそれを支えてくれますかみたいな、そういうとても暗い詩なんですけど、とりあえずそんな思いを込めて次の曲をやろうと思ってるんですけど、ボーカリストで来なきゃいけないのでWe're gonna try screaming blueじゃあそれをやってみます。
nothing could make me miss you less. でも自分にとってもちょっと痛い痛しい曲で、なんか手も痛いんですけどとっても痛い痛しい曲でした。次は、ブラインドダンスという曲をやるんですけど、なんか準備必要なんだっけこれって、なんか必要なんでしたっけこれって、あ、気があるんだっけ、またあ、それだ、それ、そう、いっぱい喋るんだここ、はい。あのね、つくづく感じたんだけど、あの XJAPAN 時代っていうのは結構、まあ、リーダーだったんだけど、結構トシとヒデにね、なんかやっとけみたいな感じでみんな勝手に進行してくれて、俺がドラムと一緒でガチャ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 好きにやってて、次なんだっけって誰かがよしきってやれって教えてくれるからよかったんだけど、今はなんかね、自分で全部やんなきゃいけなくて大変だなと思って。で、今になってやっぱりなんか MC ってやっぱ大変ですよね。トシってすごいんだなと思ったり、なんかお前ら暴れ坊将軍で行けとか言うじゃん。はい、暴れん坊将軍で行きますよ僕も今日は。そうですね、本当にこんなにたくさん集まってくれて、とっても嬉しいです。よく X に XJAPAN の時に僕はクラシックの要素をいっぱい取り入れて、最初はみんな結構、ね、ギターとぶつかるよこの音とかって言いながら、マイクずっと音直しながらやってたんですけど、なんか自然にはまあのなんか繋がっちゃって、そのバラエティ系もなんかありとあらゆるジャンルというかを融合させてやっていこうと思ってるんで、まあ、 なんか物ぶっ壊すの僕大好きなんで、ジャンルの壁を壊すみたいな、そういう雰囲気でやっていこうかと思っています。着替えてもらわなきゃいけないんだっけ、間をついてもらえますか。ロシアってキャビアの他にも何かありますよね、あのウォッカとか美味しいじゃないですか、ちょっと。つなぎです。こんなに喋る予定ではなかったので、真面目な話をします。今 YOSHIKI さんが言っていたジャンルの壁を越えたということを僕も常日頃思っていて、実はこういうスタイルでボーカリストを招いたりしているコンサートもやっています。で、本当にクラシックっていうとなんか皆さん敷居が高いと思いがちじゃありません？そうでもないですか？だよね。で、あの割とヨーロッパとかに行くと本当にこう身近なところでオーケストラがやっていたりとかっていうことがあります。で、日本にももっとこう来やすいし、いいものだし、心が和むし、こう敷居を下げてみんなが楽しんでもらえるようなオーケストラをっていう運動をやっております。いらっしゃいました。じゃあ、ランダンスっていいます。
Thank you.
it's crucified, I'll let freedom delight till the morning shines. In the bleeding sky, if you can justify, I'll be blind to this
ってみます。いきます。Thank you.
東京スケートコンサルティングさんでした。そうですね、じゃあ、もう一曲だけ、まあ、アンコールはしたら何をやろうかずっと考えたんですけど、エントレスフィールド。